どうもラブミードゥです。2018年は犬年、犬年の持つ意味、犬年の運命について、話したいと思います。犬年はですね、この犬という漢字に三髄を書いて火をつけると滅ぶになります。今までうまくいっていたものが滅ぶ感じになるかもしれません。もしくは一度滅んでなくなった方がうまくいく良いことが起こると暗示しています。今までうまくいっていたものが終わっていき、新しいものが生まれてくる年を表している。なんかバラバラになっているものがあったら、その状況にしがみつかないで、勇気を持って手放してみた方が、良い方向に行きます。人間関係でもグループなどがバラバラになっていたら、それを何とかしようとか考えず、そのグループをもう諦めて新しい人間関係を作ることをした方が良い。その方が、良い出会いがあると、暗示しています。まああとは崩壊しているならもう離婚をしちゃった方がいい。離婚をするのに良い年とも取れそうです。あと、こちら三髄を書いて中に口を書くと減るともなります。犬年は、なんか減ったなって思うことがあるかもしれません。なんか減少しているっていう感じもあるかもしれません。ダイエットには良い年になりそうです。もしくは新しいダイエット方法が、考えられる年になるかもしれません。あと塩分を取りすぎている人は減塩した方が良い年になりそうです。それじゃあまた。